弊社より七子七子人狼チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。あら、人狼チャンネルになったね。これまで我がチャンネルでは、はい、いろんな人狼企画を皆様にお届けしてまいりました。そうですね、もう結構いろいろやりましたね、はい、非常にねユニークで、うん、面白い人狼をたくさんお届けしてきた自負がありますが自分で言うな。今回は問題作です、はい、まあ今までも結構問題作あったけどね。いやもうこれまでとは比べ物にならないぐらいの問題作で、はっきり言って辻ちゃんのブログ炎上人狼よりもあんなもん可愛いもんですよ。あ、ほんと今回のはちょっと、はい、我がチャンネルの存亡に関わるよ人狼にそんなチャンネルの存亡かけちゃっていいの。いや俺もねこれはどうしようかなって思ったんだけど、やっぱ、うん、とある視聴者さんからの案で、うん、こんなのはどうかっての見た瞬間に、うん、あ俺はこれを人狼にしないと先には進めないなとアイデアをいただいたわけね。いただいてもう作ってまいりました、はい、作ってまいりましたが、うん、今回の動画は先に言っておきます、はい、良識のある方、うん、良い子のお子様、はいはい、性的表現が苦手な方、うん、必ずご視聴をお控えください性的な表現出てくるのね。はい、そうですいいですね俺が良くないかもしれないよ。いや先輩は大丈夫、うん、なんでだよ先輩は大丈夫だと。俺が決めんだよそれは。いやこれは大丈夫だと。あそう、まあほんとちょっとでも荒削りだったニコニコ動画で、はいはい、こんな動画上げてもいいのかみたいなものにさ、うん、チャレンジしてたあのフロンティア精神を思い出して、はい、今回は、はい、形にすることを決めましたんで、おまあちょっとこれは苦手かもなと思った方は即ブラウザバックで、はいはいはい、あのそれでも大丈夫だよって方はこのままご視聴お続けください。どんな人狼なんだ。それではタイトルコールと聞かせていただきます、はい、パロディーセクシービデオタイトル人狼。あなるほどね。はい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 、今までで一番モチベーションあるかもしれないはい、というわけでですね、はいはいはい、ここはいろんなパロディ AV を、はい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 、制作している村です、うんうん、ああなるほどいろんなパロディ主要産業がそれなんだそんな村の中に、はいはい、また人狼がやってきて、はい、偽物のパロディセクシービデオをもう忍び込ませてしまいましたといやまあもうこっからあれだよね、そういう言葉言ってもいいんだよね。何がですか。エッチなことはもうこっからは言ってもいいんだよね。ちょっと言わさせてください。ああそれは、じゃあ別にさ、うん、偽物のパロディ AV でも、うん、抜けりゃいいじゃんおい偽物なくてもいいじゃん。別に気をつけろ、困んないじゃん。 YouTube だぞお前が始めた。でも今日はそうなんだよな。お前が始めたんだから物語、俺が始めた物語だ。別になくったって駆逐する必要ある。いやダメです、ダメです。あれはいいんだよそんな。法のね穴を、あ、間違えた、法の穴をね、ついたようなやりたい放題だなタイトルばかりですけれども、うん、まあやっぱり偽物があると、はいはいはい、ちょっとこの村はもうなんかいろんなね、うん、こう外圧すごいやってきてこの村はもうちょっとやっぱ、はいはい、取り壊されてしまう可能性があるんで。いいですか。困るよ。でもなくなったら嫌じゃん、あれ面白いから。そういう、うん、生産業を守りたければ、はいはい、偽物の人狼 AV を発禁してください、はいはい、ああなるほどね、まあ、生産業を守るっていうか、もうあれはあれで特殊なジャンルというかね。特殊なジャンルだよ。だからパロディ AV がなくなるのはちょっと悲しいよね。なんかね。そうですか、うん、分かりました。僕は別にもうあってもなくてももうそれはなんだ急に急に立場変えて清掃ぶりやがって。考え方があると思いますが、まあ、とりあえず今回は、はいはい、9つのタイトル用意して、うん、2個が俺が考えたタイトルです。あー、なるほど、ね。先輩はそれをちゃんと見破って、はいはい、発禁処分にしてください。発禁処分にすると。はい、あー、なるほどね。偽物発禁処分にしないと、他のやつが売れなくなっちゃうと。そういうことです。そういうことなのか。そういうことにしましょう。そういう世界線でいきましょう、今回は。はいはいはい、この村を守りたいんだもんね、だってね。そうですよね。では、エロ村長さん。はい。誰がエロ村長で。いきますよ、はい。もう早速ですよ。はい。1本目。はい。これはですね。うん。まあ、何の作品かは分かんないけど。あ、元ネタがね。元ネタが何の作品か分かんないけれども。はいはいはい。まあ、亀甲縛りとかね。ほう。多分なんかそういう。金箔系ね。金箔系の、はいはいはい、まあ、タイトルなんでしょう。おー。1本目。はい。君の名は。あるよ。見たことあるよ、これ。あるよ、これは。あら、あるよ。これまで2台ぐらい。あるよ。こう。確信を持って言えるよ。確信を持ってる。これまでの人狼いつも、ありそうとか、どうかなとか言ってるのに、なんて自信満々に。うん、これはね、真っ白です。純白。こんな白見たことないってぐらい真っ白。そうですか。はい。じゃあ次の2本目いきます。はい。まあ、じゃあその君の名はが真っ白で、うん、もしかしたらそれが売れたのかもしれないですね。どこが良かったのかもしれないですね。はいはいはい。2作目、うん、名機の子。あー、ありそうこれもあるだろう。これもあるよ。知らないけど多分あるよ、これも名機の子。はい。3本目いきます、うん、
まあ、やっぱねこういう日本にもそういうパロディタイトルのね、うん、あの文化がやってきたわけですけど、はいはい、もともとはやっぱ洋物とかがすごい、そうですね、多かったわけです、パロディハリウッド超大作みたいな、そうなんですよ、よくあったんですけれども、はい、まあ、これはその流れなんじゃないでしょうか、はいはい、3問目、うん、ハーミデーター、ハーミデーターこれ元ネタはもちろん、いや分かんないですよ、元ネタが何か分かんないですけどもしかしたら未来からやってきたアンドロイドが、うん、まあ、はい、なんか はみ出てたりするんじゃないですかはみ出るレベルじゃないけどね、あのジジジジジジバーンっていったらもう全裸じゃん、だってはみ出るとかじゃないそうか、あれから元ネタもまあなんかエッチなビデオみたいな、まあ AV みたいなもんでしょ、ああそうか、元ネタの1は、うん、ちゃんとそういう恋のシーンがあるからね、あー1もあったっけ、1があるの、あーそうなんだ、そのバーンってなった裸のシュワちゃんもそうだけど、はいはい2のね、ガチムチの1は普通にその、うん、サラコナーとか出てるね、サラコナーとなんかその、うん、でジョンコナーの父親とのはい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 、あのまあマグワウシーンが、あーそうなんだ、本当に映画の中にあって、あーそうだったっけ、そう、なんかあなたのあそこが T3 ってなんかビョーンって伸びてバカだれT3000 か、引っ張ったくぞお前あ T3000 だ、あなたの息子の方は T30 ぐらいねなんて言っちゃったりして、ねえはそんな面白いないのかな、ちなみにうちの親父は子供たちにそういうね、うん、のを見せちゃいけないっていうね、あそういうあの結構お堅い方だった、まあ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 親としてはそうなんじゃないですか、あの金曜ロードショーとかで録画した、はいはい、そのターミネーターの、うん、そのシーンだけをカット作業して編集したの、VHS の時代でしょ、だって、はい、だからそこだけカットして家族に見せてたんで、家族はなんで子供が急に生まれたか分かんないっていう親父修正版がルフしてたんだそうだよ、奈良子の親父修正版がこのように、あそうなんだ、あのありましたっていう、でもその切り抜いたシーンだけなぜか親父の本棚にいっぱいあったんでなんかもうあの VHS がなんかジャミジャミになって見れないぐらいなんか見倒した跡があったみたいな、怒られるぞこれが3本目ね、3本目です、4本目は何、スピーシーズ、いやスピーシーズは本当のやつ、スピーシーズ種の起源、あれは違う、あれは本当の原則だから、あああれはパロディじゃなくてオリジナル AV か、オリジナル AV じゃないよあれは、ちゃんと面白いミステリー映画なんだから、はい、4本目いきます、はい、これもやっぱ海外で人気だった作品を原作にしてるんじゃないですかね、参考にしてるんじゃないですかね、アン・イアンマン、はいありますなんで今回その自信満々なのこれも隠しろです、アンヤンマン、はいありますね、これはまああの言わずと知れたね、あの鋼鉄の超人がね今あいつら確かディズニー参加だすごいね、自信満々やね、これは確実にありますね、あそうですか、じゃあ5本目いきます、はいはい、これはすごいね、うん、あのファンタジー感が強いかな、はいはい、ハリーホッターと、スケベナイスJK ローリーに怒られろ本当に全員怒られるよ本当は全員怒られるから、ハリーポッターじゃなくてハリーホッター、ね、はい、ハリーホッターとスケベナイス果たしてあるのかないのか、あまあハリー系はなんかは出てそうだけどね、まあそうだね、うん、魔法でみたいなのはもしかしたら俺が、うん、そのスケベな椅子のところが別のものが本当にあってスケベな椅子だと俺考えたとかもあるかもしれない、はいはいはい、まあその可能性もある、ね、あるかもしれない、まあそもそもねハリーポッターと秘密の部屋がねそういう意味がふんだんに含まれてるっていうのもあるもんな含まれてないです、そこには全く含まれてないです、お父さんとお母さんの秘密の部屋ないよなそんなのはないよ、パカッて開けたら三角木馬、おいうるさいよいくよ、はい、次いくよ、はい、6本目、はいはい、結構先輩自信満々だからね、はいはい、これもすぐあるって言うのかもしれないですけど、いきますよ、速攻やろう B チーク特攻やろう B チームの、うん、速攻やろう B チークやめてください、特攻やろう B チームじゃないですよ、関係ない関係ないですよ、関係ないです、これはあくまで速攻やろう B チークですB はアルファベットの B なんだ、はい、B チーク、これはいいですね、速攻やろう B チーク、これは知らないですけどあってほしいですね俺が考えたかもしれないけど、希望としてはあってほしいですね、はい、次いきます、はい、7本目、はい、これもディズニー参加になっちゃうのかな、え、これディズニー参加じゃないかも、まあでもすごい世界的にヒットしてる作品に似たようなものがありますね、はいはいはい、まあ、タイトルだけかもしれませんが、どっちが似てるんだそれは、はい、パイオゲレーツオブレズビアン、あーありそう、パイオゲレーツオブレズビアンです、あー50代の親父が考えたこれあれだね、でもちょっと気になるのはパイオゲレーツなんだね、うん、おっぱいレーツじゃないっていうのはちょっと引っかかるそうなんだ、わかんない、いやなんかちょっとひねってんじゃん、海賊系のやつは出てるだろうなと思うけどこれなのかな、ちょっと引っかかったかもしれない、なるほどね、うん、じゃあ8本目いきます、はい、これはね、まあ、なんか似たような
作品でまあ日本で誇れるものがあるんじゃないかなと思って、誇れる作品があるんじゃないかなと思いますけど、まあ、うん、多分関係は全くないと思います。あくまでなんかちょっとタイトルが似てるなってだけだと思いますが、処女の巨乳と包茎これはちょっと強引よ、ちょっと強引じゃない音だけで聞くと何のことやらと思うけど、まあ文字列を見るとなんで処女がカタカナなんだよっていうのはあるよね。処女の巨乳と包茎ちょっと無理あるんじゃないこれはこれはちょっと無理ありますね。はい、最後です、はい、最後、はい、これも前なんか似たような番組がなんか日本の番組であったような気がしますけど、まあ全然関係はないと思います。おう、英語じゃないんだ、はい、結構あれなのかな、なんかその海外に行くようなあのタイトルなのかな。おう、世界の果てまで行ってドピュー、あかーん大好きがあかーんって言うわこんなの、世界の果てまで行ってドピュー、あー、これは比較的シンプルだよね。そうですね、うん、そんなにいじってない、そんないじってないよね、はい、結構まんまな以上、はい、9タイトル。まあなんか今回は先輩がこれは隠しろだみたいな力強く話してる作品もありましたけども、まあそう言ってるとね、初日で人狼にやられるから嫌なんだけどまあでもちょっとこれ自信があるんで2つ隠しろはありましたね、はい、なるほどね。うん、それだけでもすごいなんかこう先輩には有利かもしれませんが、はい、うんうん、じゃあ初日何を発見していくか決めていきましょう。はい、ね、思ったのがやっぱ一番最初に引っかかったのがカイオゲレツオブレズビアン、うん、いや記憶が正しければなんだけど、うん、おっぱいレーツオブカリビアンみたいなのあった気がするで、まあカリビアンの、まあ、カリもエッチな言葉であるじゃない。はい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 、ちょっともじりすぎてる気はするんだよね。なるほどね。あと8番目、うん、ちょっと強引すぎるかな。なるほどね。この2つ相当怪しい気はするんだよね。パロディ AV として見たときに、うん、8番目がちょっと見えてこない感じ。これ洋画系のパロディは大体まあ洋物になってくるじゃないですか、はい、でこれが宝物でしょ、うん、まあ、ちょっと安いコスプレにしかならないんじゃないかなと思って決めました。はい、はい、どっちにしますか。処女の巨乳と包茎、はい、見たかないよ俺だってこんな言葉列文字列ちょっと強引すぎるっていうのもあってないかな。なるほど、うん、じゃあ今回はこの処女の巨乳と包茎を処刑というか発禁処分にするということですね、うん、しようかな。わかりました、発禁処分とさせていただきます。はい、ボン発禁検閲済み。はいはいはい、このタイトルのビデオは人知れず、うん、あの地中に埋められ、はい、もう誰もこれを二度と見ることはできません。いや、どうすんのこれ。人類の文明が滅びた千年後とかにさ、宇宙人がやってきてさなんか宇宙人考古学者とかが掘り返してた時に処女と巨乳の包茎なんだこれはってならないから。おやすみなさい。はい、寝ます。夜がやってまいりました。はいはいはい、ほう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 おーイエス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 。あれだね、日本人ではないなこの感じだシーハータイプのシーハーハーのまあいろんなね国籍の方がいらっしゃるんですかね。おはようございます。おはようございます。寝れました、ちょっと興奮して寝れなかったです、ね、おい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 、いろんなこと想像しちゃって。はい、朝になりましたら、はい、君の名はの、無残な、姿となって、はい、それがまあ死体が上がってましたと。でしょうね、はい、縄で縛られてました喜んじゃうからそれじゃあさ、その昨日の処女の巨乳と包茎が、はい、果たして、うん、人狼だったのか、はい、霊媒師の方を呼んでみましょう、うん、はい、お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。監督、村西監督が？この処女の巨乳と包茎。全然似てないけどな。これは人狼だね。わっしゃ。そんなのはないね。よっしゃ。じゃあね。やっぱり道理で聞き覚えないと思った。俺今回強いぞ。はい、というわけでお見事、処女の巨乳と包茎は奈々子さんが考えた。はい、この処女処女ってやるのがすごいなんか騙せそうだなっていう、ちょっとね、自信満々だったんですけれども、後半ちょっと強引すぎないかこれ。まあ処女の巨乳が冒険でもよかったかな。ちょっと本気で かけたくて、ちょっとかけすぎな感じしたね。原型が分かんなくなりすぎてる感じも。いや、そうね、これはね、悔しい方ですね。こんなくだらない人狼だけど嬉しいもんだね。というわけで残る人狼はあと1タイトル。はい、
はい、そして先輩はアイアンマンがね確実に白だって言い切ってるんで、まあ次処刑されやられるでしょうね、うん、っていうことですね、うん、じゃあここで当てていきたい、はい、果たして本日処刑するのはどれでしょうか。そうね、これね、名器の子もなんか見たことある気がする、うん、名器の子ある気がする、あとまあ七子はねちょっと名器って言わなさそうな気がする、ね、名器の子はこれあるな、うん、でターミネーターがもうちょっと怪しんでるんで、はみ出るって何、ターミネーターものはあるとしてもちょっと僕はそのハーミデータ以外に思いつきそうにないなと、それが7個だとしてもね、うん、はい、アイアンマンは、アイアンマンはありますアイアンマンはありますどうした尾形さん急に懐かしの急にどうした記者会見開いて、はい、ねハリーホッターとスケベライスな、ハリー系は、うん、これいかようにも作れんのよ、まあそりゃそうだ、あー、こうやろう、 B チークはこれもほぼ白に近いんじゃないかな、うん、7個が特攻やろう B チームをここで出してくるとは思わない、あー、なんかそんなにメジャーな映画でもないしビッグタイトルだけど、俺も好きだよ、揺らがせに来てんじゃんこれもう7個が選ぶ映画のチョイスにないので、そう考えた時にやっぱ怪しいのはターミネーター、ハリーホッター、パイオゲレーズなんだよな、うん、はみ出るレベルじゃこっちは満足しないぞっていう気持ちはあるんだよね。イッテッドピューはもう、イッテッドピューはありそうな気するんだよね。うん、でこれは日本制作だとしても、それいわゆる洋物じゃないとしても、まあ、日本のそのなんていうの、洋役者捕まえて海外でやるっていうのはよくありますからね。なるほどね。ちょっと待ってよ。はい。ハリー・ホッターって。うん。掘るっていうのは、うん、男性同士の時に使う言葉だよね。まあそうだね。男性同士のジャンルでスケベイスってあんまり使わないと思うんだよ、うんうん、だとしたらヤリーポッターとスケベナイスなんじゃない。いや、いいとこついてくんな今回の人狼てかガチムチのハリー魔法物っていうめちゃめちゃ悩んでるいや、まああんま関係ないんだよな。なんならヤリーポッターとスケベナイスって借りてきて、で見てみたら全然魔法要素ないっていうか、ハリポタ要素ないっていうのは往々にしてあるから、往々にしてあるって何なの。スケベナイスが確かに、でもあのスケベイスじゃない可能性もあるもんね。分かりましたか。あー、苦しい、決めた。でもはい、ハリーホッターと、ハリーホッターとスケベナイスですね。ハリーホッターとスケベナイス、分かりました。しどうすんの。ちょっと待った。なんだ自分を信じるかよしてくれ。どんだけここで尺取んねんよいや、これ大事なのよ。2連チャンで決めたらすごいでしょ。だってまあそれはすごい、それはこれまでなかったからね。そうだよね、うん、まあ、記念すべきそれがこれかっていう感じはあるけど逆についていい、なんでもいいから早う選んでくれお前が人狼やらせてんだろ。いや、そうなんだけどさ、その処刑までのタイムアップはもう掃除過ぎとるもうみんな待ってんだから今か今かと、まだかまだか、男優さんたちが、男優さんたちがもう行きそうですって今必死に耐えてます。知るたんじゃねえか待ってんの。単純にこんなのはないって思ったやつを処刑するだけなんだから。全部ありそうなんだもん。だって7個だったらこれ作ってくるだろうって思うやつをさ、綺麗に先輩に見つけ出してほしいっていう思いはありますけどね。分かった、じゃあ決めた。はい、ハリーホッターとスケベナイス。ハリーホッターとスケベナイス、はい、を課金処分しますね。します。わかりました。では、ハリーホッターとスケベナイスを焚き火にくべて燃えさせていただきます。はい、せっかくだからこれで出た煙頭に浴びとこう。賢くならんぞ、雷もんじゃないか。一応股間にも当てとこうかはい、じゃあ夜を迎えます。おやすみなさーい。この時点で人狼の数がゼロになっていませんので、そのまま夜をお待ちください。あー、くそーそうですか、あるんだ。奥さん、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ若くない奥さん。え、全然見えない見えない見えない。じゃあ奥さんは今からこの水着チャレンジをしてもらうだけでまず10万円ゲットです。やりますか、やりませんか。よっしゃ、やってもらいましょう。人妻ナンパものやめろよ今この時間に深い時間にさ。おはようございます。そのままやる流れになるんだから。どうせ眠れましたか。全然もうギンギンに方向に気になって気になって。朝になりましたら、
アイアンマンの無残なスタイルだったパッケージが発見されました。ボロボロになって瓦で捨てられてるようなやつね。はい、残念でした。というわけでですね、まあアイアンマン、まず先輩がこれはあるよと即、はい、あの言い切っていた作品ではございますが、こちらもちろんあります。はい、あります。鉄より硬い意志と股間で世界を守る。やかましいな。アイアンマン、やかましいですね。はい、主人公トニーは着ると超絶倫になれる鋼鉄スーツを発明。いいな。果たして彼と彼の下半身は困難な壁をぶち破ることができるのか。アイアンマン、あ、トニーって主人公の名前までは一緒なんだ、すごいね。そしてハリーホッターとスケベナイス、ギリギリまで悩んでましたね。 あります。何系、どういう系で、まあそのホッターだからさ、ホルっていうのをもうなんかいろいろ想定されてましたけど、別にそれはあくまでポッターっていう言葉を使わないでおこうというだけなんで、もうシンプルにちょっともあの文字面を変えただけですね。まああるよね。あー、こだわりすぎだ。ハリーの本当の秘部解禁ということです。うるせえ。ハリーは魔法だけでなく女性の体にも触れていき、徐々に心とあそこを成長させていく。果たしてハリーは無事ベッドの上の魔法使いになれるのか。ハリーポッターとスケベナイス、説明文もめちゃめちゃおもろいやん。はい、というわけで、まあ残念ながら、見事ね、ストレートクリアにはなりませんでしたが、はいはいはい、もうここで決めてもらいたい。残り5つです。いや、そうなるとハーミレーターとバイオゲレット・オブ・レズビアンなんだよな。警察だ、警察だ、動くな動くな。え、ここ警察だ。おう、これはなんだ。この作品たちは署で預からせて確認させていただく。モザイクちゃんとかかってるはずですけどね。ということで、うん、あ、なになにこの特殊イベント、速攻野郎 B チークと、うん、世界の果てまで行ってドピューが警察に連れて行かれましたので、ということはこの村に残ってるのは名機のことハーミレーターとパイオゲレーツオブレズビアンのみです。あー、なるほどね。なのでこの時点で先輩は間違えたら、うん、人狼の勝利となってしまいます。あー、そうですか。これは運がなかったですね。普通に行けば先輩絶対勝利できたのに、うん、ここ外したら人狼の勝利になっちゃう。これはちょっとついてない。警察イベントが発生しちゃった。目推理しすぎたのかな。B チークは絶対あると思ったんだよな、その7個が見つけてこなさそうっていう。いやー、これはですね、ちょっと本当運がなかったんですけど、まあ先輩が言ってた通り速攻やろう B チークはあります。うん、で7個は多分選んでこないもんな、これを。これはですね、速攻やろう B チークはすごい良くてね、もともと特攻野郎 B チームはやっぱね、一、ね、人でも最強、チームなら無敵。ああ、そういうコピーがありました。コピーがありますけど、特攻野郎 B チームは、うん、あのオナニーなら最強、乱行なら無敵みたいな。一人でもみたいなね。なるほど、はい、っていうのが、ね、ああ、いいね。はい、速攻野郎 B チーム、でかいのでやろうぜ。もいいじゃんこれ。でかいことしようぜ、やろうぜじゃなくて、まあ世界の果てまで行ってドピューもね、あります。あ、これ完全に本物でしょ。本物です。あー、だよね。検索履歴がどんどん荒らされていく、怪我されていくけど。世界の果てまで行ってドピュ ー世界一の素人美女探しの旅ということの、まあ、美女探しの本物になりますね。はい、まあまあありそうだね。うん、2010年ミスユニバースに輝き、今大注目の美人大国メキシコへっていう。あー、そこ行くんだ。はい、っていうものでありました。さあ、残るは名機の子ハーミレーター、パイオゲレーツオブレズビアン。間違えたらこの時点で人狼の勝利となってしまいます。もうね、2択には絞ってます。名機の子はある。なるほど。うん、でハーミレーターかパイオゲレーツオブカリビアンだよね。だからあのターミレーターがもじれるかどうかよ。なんかどうせハーミレーターはアイルビーファックとか言いそうなんだよな。ただそれはあるとしても、ハーミデーターかどうかだよね。これ放題だとしたら、ハイオゲレーツレズビアンでいいんじゃないか。ハイオゲレーツ、ハイオゲレーツオブレズビアンを発禁処分にしますか。うん、します。ちょっと語呂悪い気がする。なんか元ネタに合わせようとしすぎて、パロディ AV だったらもっと大胆にハイオゲレーツレズビアンでいくような気するわ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。ではこのパイオゲレーツオブレズビアンを発禁処分とさせていただきます。デデデンデンデデデンデンデデデンデンデデデデンデデデンデンデデデンデデデンデンデデデデンデデデンデデデンデンデンデデンデデンデン。ちょっと違った。そのパロディしてた。危ない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 。曲にもね、権利ありますからね。この時点でパロディ AV と人狼の数が同数になってはいません。エロ村長の勝利です。しゃいやー、おろしゃい、勝利、危ねー。いやー、お見事、耐えたー。
構な、ねはい、あのイベントがあったにもかかわらず、その苦境からよく勝利まで導きましたね。先輩がおっしゃった通り、まず、はい、パイ・オゲレーツ・オブ・レズビアン、はい、これは僕が考えたタイトルでございます。そうですか。このものはありません。でもこれを元ネタにした別のやつはあるよね、きっとね。これね、僕もね、うん、ちょっと探したんですけど、ない、見つかんなくて。ない、うん、パイ・レーツ・オブ・カリビアン、うん、まあ、パロディ AV で探したんですけど、はいはい、なんか本当にパッケージとかが見つかんなくて、ただなんかあのパイレーツオブカリビンビンやんっていう言葉だけは引っかかったんですけど誰だよそれをネットの海に放出したやつパイレーツオブカリビンビンやんのパッケージが見つかんなくて、まあ、あくまでそのタイトルだけがなんかこうなんだその幻の AV みたいな、なんかね広がってましたけど、でもそれらしいものは見つかんなかったんで、もう僕が完全にその秘宝置いてな、オリジナルで作らせていただきました。ないんだ、それちょっと意外だったな。まあいい組み合わせができたかなと思ったんですけども、まあでも悩ませたっていうだけでもね、ちょっと自信は持てるかなと思ってます。の自信持ってる。はい、そしてまあ先輩がまずこれはあるだろうっていうふうに言い切っていた、名機の子、うん、はい、これはあります。ああ、あの君の名はに続きね、はいはい、まあこれもヒットしたのかな。祈るだけで 100% 立たせる名機の巫女これは僕と彼女だけが知っている世紀の秘密についての物語。ああ、やかましいわやかましすぎるな、これ。でもあ、見たことあるかもしんない。というわけでこれはありました。ああ、なるほどね。そして最後まで先輩が悩んでいたハービデーターですが、そう、こちらもあります、はい、そして先輩お見事でございます。何が？ハービデーターのキャッチコピー、うん、はい、I'll be fuck きしゃー文法としては全く全然意味わかんないけどその通りでございます。あー、やっぱあるね。アミデータ、あらすじ読ませていただきますね、はい、未来の地球を救う子供を産む運命の女、サラ・コナーを消すために、はいはいはい、未来から超スケベなサイボーグ殺人兵器が送り込まれてきた。奴の弱点はただ一つ、うん、女のプッシープッシー言うな。股間の銃を暴発せずに任務を果たすことができるのかI'll be fuck ハーミデーターでございました。ハーミデーターなんだ。というわけでお見事でございます。見事今回は先輩はもうちゃんと完全勝利でございますんで。そうね、うん、ちょっと人狼最近調子悪かったけど、うん、また自信取り戻しました、ね、あ、スランプ脱却しました。うん、ここからどんどん、はい、R18 人狼を続けていただければみんなが見れる人狼だと力出しきれないのよ。僕からのお願いは一つだけ、はい、これをきっかけにチャンネルを離れるということがありませんようにお願いいたします最初にねワーニング出しましたからねこのね穴をギリギリアウトどころかもう完全アウトなんじゃないかっていうね、作品の数々でございましたけれども、まあ、そうだね、はい、皆さんももし興味を持ったらぜひ調べてみてください。本日の人狼はセクシータイトルパロディビデオ人狼でした。ありがとうございました。いいよ、どみまくってのは。俺これ出題側もやりたいなファクトゥーザティーチャーとか考えたいよいいね、あるかわかんないけど、いいね、あるのかな。それはまたやったして俺にいつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。